皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。テストに出やすい問題シリーズ、中学2年生の理科、今回も小テスト編として電流と回路の基本について確認をしておきます。ここに図1、図2、2つの回路が書いてあります。図1の方は電源から線が伸びて分かれるところはなくて、そのまま電球が2つつながって電源に戻っていると。それに対して図2、これは電源から線が伸びていて、ここで2つに分かれていますよね。分かれてまた1つになって電源に戻ると、このように書かれています。1、図1のように枝分かれしていない回路、これを何というかと。この回路、これを直列回路と呼びます。直列回路ですね。直列回路とこのように呼びます。それに対して2番、図2のように枝分かれしている回路、これを何というかと。こちらの枝分かれしている回路を並列回路、このように読みます。並列回路と、このように読みます。3番、図1で、こちらですね、 A 点を流れる電流が 1.2 アンペアの時、 B 点と C 点を流れる電流は何アンペアかと。 A 点、ここ 1.2 アンペア流れていると。この時 B 点と C 点は何アンペアの電流が流れているかと。これは水の流れをイメージしてください。ここに水が流れてきてずっと通っていきますよね。この時どこも同じ量が通るはずですよね。電流も同じです。ここが 1.2 アンペアなら、ここを通る電流も 1.2 アンペア、ここを通る電流も 1.2 アンペア。ということで、 B 点も 1.2 アンペア、C 点も 1.2 アンペア。このようになります。それから、4番、図2で、こちらですね。D 点を流れる電流が 800mA。E 点を流れる電流が 500mA だった。この時 F 点と G 点を流れる電流は何 mA かという、こういう質問ですね。ではここ書き込んでいきましょう。 D 点は 800mA ですね。 800mA。 そして E 点、ここは 500mA と、このように言っています。これも水の流れと考えてください。ここに 800mA が流れてきた。そしてこちらに 500mA 行っちゃったんだったら、残りは F の方に流れていくはずですよね。ですから F 点では 800-500 の 300mA が流れているはずです。そしてこの 500mm と 300mA がここでまた一つになって、ここからは 800mA がまた流れて電源に戻るということですから、 G 点は 800mA 流れているはずです。ですから答えは F 点は 300mA、 G 点は 800mA と、この電流が流れているということです。ここでは先ほどお話ししたように、水の流れ、これをイメージすると答えが分かりやすいと思います。またこの回路に電流計をつなぐときですね、電流計は回路に直列につなぐと、このことも覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。